当時高校生だった女性が教師に同う喝されたことが原因で校舎から飛び降り重傷を負ったとして損害賠償を求めた裁判で静岡地裁は県に220万円の支払いを命じました訴えによりますと県中部の当時高校2年生の女性は2016年男性教師からお前は周りの人に必要とされていないなどと罵倒された直後に 校舎3階から飛び降り両手首を骨折しました女性は教師から恫喝されたことが原因などとして県などに550万円の損害賠償を求めていました静岡地裁の菊地恵理裁判長は教師の発言は教育的指導の範囲を逸脱しているとし県に220万円の支払いを命じました